筋義理人情そんなもん通用しねえよ元組長さん闇金舐めてたんじゃねえか手締めつけまへんかヤクザの果てなんてこんなもんだ三度の追い出しで借金100万に膨らんでんだその債権50万で買わねえか俺が買ったらどうなんだ俺がお前に50万貸すお前の借金は100万になるそいつからお前が今日中に100万回収すればお前の借金返済できんぞはいラストファイナンスちょっと開いてもらえるかなもう2万俺はお前らとは違うエリーナだけだ事前に連絡してくださいエリーナちゃんまたこれだけですか借金付けのアル中です電車時にもなれまへんわ初めの客は限度3万飛ばしの携帯は高く売れるんだそいつを担保にできる愛ってお金で買えるの知ってた借金女が何言っちゃってんの母親の生命保険お金ないよオッケークーです地獄の底まで追いかけてやるからなありがとういい加減にしてよ希望さん笑えねえ野良犬ども私だ